フォルツァサイド編集長の星葉です。はい、ロック福田です。先日あの表参道で、ポルトギーゼを紹介していただいたと思うんですけど、今回はなんか IWC からとてつもないものが出たということなんで。そう、あのね、はい、今年のウォッチーズ&ワンダースで出た超話題作が、なるほど、あるらしい。なるほど、うん、しかも福田さんこの間工房も行かれてますよね。うん、だけど、はい、そういうふうにしっかりと IWC を取材したにもかかわらずですよ、ほう、その今年の目玉の新作は、はい、触れなかった。なんと見てはいるんだけど、はい、手には取れなかった。え、ということはそれがまさか今回あるらしいんだ。だから僕もまだ見てないんで、はい、だからまあホッシーと一緒に見られたらいいなっていう。なるほど、わ、うん、かりました。じゃあ、はい、早速行ってみましょうか。行ってみましょう、はいはい、それでは参ります。行ってみます。ああ、どうぞどうぞ。どうぞ。こんにちは。失礼します。いらっしゃいませ。わ、シャンパン出てきました。おお、ありがとうございます。ありがとう。すいません、ありがとうございます。いいですね、シャンパンが。はい、優雅ですね。じゃあ、はい、まず乾杯で。はい、失礼いたします。お、おいしい。 おいしい。そして出てきました。あれ、これ先日そう表参道で、星が表参道で見て大変お気に入りになったモデルを、まあ、改めて、はい、素晴らしい時計でしたからね、うん、でこれ、まあ、おさらいをすると、はい、あのポルトギーゼのパーペチュアルカレンダーで、今年ね、あのデザインがこうリニューアルして、はい、まあ、主な変更点、まあ、一番の変更点ってね、あのダブルボックスガラスで、あの裏側も見やすくなったよみたいな、そうですよね、話なんだけれども、はい、IWC の、パペチュアルカレンダーって実は非常にそのなんだろうな、時計の世界においても特別で、はい、そこの話を簡単にしようと思うんだけれども、もともとがね、あのクルト・クラウスさんっていう、まあ、IWC で今でもあの名誉職にあのいらっしゃる、まあ、時計師さんがいて、が1985年にね、はい、ダヴィンチ、うん、ダヴィンチっていうのの、まあ、パーペチュアル、カレンダーを作るんだけれども、はい、それのね、画期的だったところは、普通のパーペチュアルカレンダーって、まあ、いわゆるその超複雑機構の代表の一つって言われてるんで、本当に、ね、こう繊細で、まあ、取り扱いが大変でっていうのが、まあ、あの、まあ、一般的な、そうですよね、はい、だけどクラウスさんが、考えたのは、その実用的で堅牢なパーペチュアルカレンダーを作ろうって、なるほど、これはね、まあ、本当に簡単な話を簡単に言うと、はい、あの自動巻きのクロノグラフのベースムーブメントで、はい、カレンダーリングが1日に1回カチャって回るじゃない、はい、その力を利用して永久カレンダーを全部動かしましょうっていう、今まで誰も考えなかった方法を考えて、そのモジュールを作りましたと。なるほど、まあ、それの最新型が今これ、要するに永久カレンダーのモジュールなんだけれども、はい、それをね、今まで誰も考えなかった方法なのね。でダヴィンチっていうのがその85年に登場して、はい、まあ、当時その機械式時計が復興しつつあった時のすごい強い追い風になった一つがそのダヴィンチなの。なるほどね。先ほど言ってたその繊細だからこそ本当だったら実用性に富んでなかったものが実用性に富むと、うんうん、で、すごく、その実用性に富んでたっていうのの一つの代表的な話っていうのが、まあ、永久カレンダーってこうケースにいっぱい穴が開いて、こうプッシュボタンで、なんだろう、カレンダーを早送りしたりとか、はい、ムーンフェーズを早送りとかってするんだけど、そのダヴィンチってね、プッシュボタンが1個もなくて、リューズでね、送れるのよ。なるほど。さっき言ったのそのカレンダーリングで駆動してるけど、要するにカレンダーリングを回していけば1日進むよねっていう理屈になってて、だから本当に壊れづらくて実用的で、で、価格も抑えられたのね。へー。で、まあ、そういうその時計界において画期的なそのダヴィンチのパーペチュアルっていうのが、カレンダーっていうのはできるんだけれども、はい、
そのモジュールが進化していったのがこれなの。なるほど、最新系と。そうそうそう、だから基本は何も変えずにそのまま来てるから、うん、完成度がものすごく高くて、なるほど、相変わらずその実用性が高いというのがこれで、なるほど。で今やそのなんだろうな、最新鋭の自動巻き、その自社製の自動巻きムーブメントをベースにしてるんで、はい、まあ、あのペラトンっていうあの自動巻き機構、これあのホッシーが使ってるあの IWC のダブルクロノグラフ、そうそう、はい、あれもペラトンを載せてるんだけれども、自動巻きとかデスクワークとかってほとんど自動巻かないじゃない。そうですね、気がつくと止まっちゃってたりとか。だけどね、 IWC のペラトンだとね、普通にデスクワークをしててもちゃんと巻き上がるし、はい、しかも7日巻き、ツインバレルでだから7日間駆動っていう風になってるから、まあ本当にそのムーブメント自体がすごい実用的なのね。優秀なんですね。 それに実用的な、さらにそうこのカレンダーもついてると、はい、そう、なんかすごく見た目はなんていうんですか、華やかですし、うん、複雑なこう動き方するのかなと思いきや、うん、でもシンプルにユーズ一つで全てが賄えるとい う, そ, うそこもすごく機能的で実用性に富んでるというところがやっぱすごいですよね。で今年 の,、まあ、あの新作の特徴の一つが、まあ、4つのカラー、うん、まあ、今回ちょっと一色あの、はい、間に合わなかったんだけれども、これがあの IWC の、うん、工房のあるシャフハウゼンの、はい、空とか光の色が1日にこう変わってくねっていうのを、うん、まあ、4つの色をそれぞれ表しているということで、うん、いかがでした、実際に工房とかご覧になって。あの、ね、シャフハウゼンね、うん、あのなんだろう、思ってた以上に、はい、あの近代的、もう昔からある、ね、歴史のあるマニファクチュールなんで、うん、もうちょっとね、なんかなんていうのかな、クラシックな感じかと思った。クラシックな感じってどっかに残ってるのかなと、はい、勝手に思っていたんだけど、もう本当にね、どっからどこまでピカピカみたいな感じで、あ、クリーンな感じなんですね、うん、本当に近代的な感じで、あれはね、本当にあの IWC 好きのホッシーにはぜひ一度、いや、ちょっと見てみたいですね、うん、できれば一緒に行きたいよね。そうですね、僕、はい、も結構いろんな割と時計の工房見てきてるんですけど、やっぱちょっとね、自分が持ってる時計だとどういうところで作られてるんだろうっていうのはね、やっぱ気になりますよね。うそうそう、はい、特にね、ケースを作るセクションで、はい、あの IWC のケースってね、全部切削なのよ。あのケースって大きく作り2通りあって、あの単造、うん、あのプレス機でドーンってやって作るのと、はい、あのこう削るのと、削り出しと、で、まあ、それをあの併用するところもあるんだけど、うん、IWC は今全部切削だっていうので、なるほど、だからその元々の削る前の、うん、はい、材がある、はい、だから丸いね、金属の棒がこう置いてあって、はい、あ、そこからこれはチタンですよとか、これはステンレスですよとかっていうのがあるんだけど、素材によって分かれていて、そうで、見た目は同じなんだけど、チタンだと思ってるけど、うん、はい、ステンレスだとなんか重いとか骨折しそうに重たいとかね、そういうのがね、普通に置いてあって、じゃあそこから始まって削り出して、うん、そうそう、こう綺麗になっていくまで全部見れると、うん、本当にね、大人の社会科見学みたいな感じで楽しかった。なるほど、うん、なるほどね、そんなところから作られているということなんですね、うん、これ福田さん的にはどれですか。僕ね、実はこれがあのジュネーブで見た時からそうで、はい、その心はこれね、まあ、名前はあのホライズンブルーっていう名前なんだけど、はい、こういうあのそのなんだろう、綺麗ななんかブルーですもんね。そうそう、明るいね、あのブルー、最近あの時計界でここ数年流行ってるんだけど、はいはい、なんかその中でもね、これやっぱり良いのよ。どこがあっていうの難しいんだけど、ポルトギーゼってもともとほらあのダイヤル面が広いじゃない、はい、そうですね、もともとその、うん、あの大型のケースで、うん、こうベゼルがほとんどなくて、はい、いっぱいいっぱいまでダイヤルでっていう、だからダイヤル面が広いところにこの明るいブルーの感じっていうのがね、ちょっと他のブランドのとは一線を画していて、結構大きいですよねこれね。ケース径どのぐらいですか、ね、これ、ね、44.4 かな。あ、ちょっと乗せてみていいですか。うん、なるほど。いや、ポルトギーゼってさ、もともと住んでるんだろう、大型時計の走りっていうか元祖、うん、
だからオリジナルが1939年で、そのなんだポルトギーゼっていう名前の由来でもあるんだけど、ポルトガル人がシャフハウゼンの工場に来て、そのマリンクロノメーターに匹敵するステンレスの腕時計が欲しいって、うん、まあ、当時で言えば今で言う無茶ぶりだよね。そうですよね。で、まあ、IWC としてはそれの、要望を叶えるために選んだのは懐中時計の、うん、まあ、当時腕時計よりも懐中時計の方が精度が高かったから、はい、まあ、大きくてね、うん、でそれを入れたんで非常にこう大きな、うん、ね、当時で、ね、確か42ミリだったのかな。じゃあ当時にしてはかなり大きいですよね。そう、うん、36ミリぐらいでしたよね、だってね。そうそうそう、ね、だからそれが、うん、元祖なんで、ポルトギーゼっていうのだからこのサイズでも全然、うん、正しいのよ。なるほどね、うん、やっぱルーツを知るって大事ですね、うん、非常に綺麗これ、うんうん、どれもいいよね。いや難しいですよ、ね、本当にね選べなかったんで、うん、やっぱ欲しい、そういう正当な感じ、いい、うん、これも綺麗です ね、 ね、うん、ストラップの色もすごい絶妙ですよね、これ ね、 ね、うん、この黒がね、オブシディアンっていう名前になってるのかな、これ、うん、これもいいんだよね。なんか深みがありますね。ね、重厚感があって。確かにいいですね、これも。ね、あ、これかな、でも、うん。めちゃくちゃかっこいいな、これ。これはいいよ。うん、福田さんにこれって言われると、これに行きそうになるんですけど、うん、これ腕に乗せちゃうと、この良さが。そう、だからどれもいいからね、はい、悩むのよね。確かに。悩んだら全部っていう。いやいやいや。話は尽きないんだけど、はい、というのを踏まえて、踏まえて出ました。そう、いよいよ今日の、はい、新内登場、はいはい、ちょっと見せていただきましょうか。はい、どうぞ。うわ、すごでね、これがね、はい、ポルトギーゼのエターナルカレンダーっていう、うん、まあ、さっきも言ったように僕ジュネーブで、はい、こういう感じで 触れなくて、なんとだから実機を見るのは初めてなんだけど、初見なんですね。そうそう、だから、うん、で、ね、これエターナルカレンダーっていう、はい、なんだ、一般的に言うとセキュラーパーペチュアルカレンダーっていう言い方をして、セキュラーパーペチュアルってどういう意味ですか。で、ね、これね、もともとパーペチュアルカレンダーってまた永久カレンダーって、そうですね、グレゴリウス暦って、はい、まあ、ありますね、4年に1回ウルード氏があるよっていう、うん、はい、4年に1回あるんだけど、はい、それ以外に100で割り切れる、うん、だから1800年とか1900年とか、はい、まあ、2000年、うん、2100年2200年って、はい、その100で割り切れるその、まあ、ウルード氏って言われてカウントされちゃってる、はい、年の中で、ええ、400で割り切れない年っていうのは、うん、ウルード氏にしませんっていうのがあるのよ、はい、だからほら20数年前の西暦2000年はウルード氏だったじゃない。そうですね。だけど2100年って400で割り切れないから、はい、確かにウルード氏じゃないのよ。おう、だから永久カレンダーのモデルって買うと、はい、大概2100年まで調整しなくていいですって書いてあるのよ。でそれは2100年はウルード氏じゃなくて平年だってっていうのをさすがに時計でできないんで、はい、2100年に調整しなきゃいけないねって、なるほど、はい、なってるわけね、はい、まあ、そういう一般的な、そうそうそう、今までのパーペチュアルカレンダー、だけどそれを自動的にやりますっていうのがセキュラーパーペチュアルカレンダーっていうんで、すごっ。でそれがね、めちゃくちゃ複雑ですね。でそれがね、できてるブランドっていうのがね、3つとか4つとかあるんだけど、はい、あるんですね。あるんだけど、ほう、それの IWC 版で、はい、でさっきも言ったけど IWC のパーペチュアルカレンダーとほら、元来超複雑機構で脆弱なものを実用的にしましたって話をしたじゃない、うん、はい、おっしゃってましたね。まさにそうなの。だから今まであるセキュラーパーペチュアルカレンダーの、モデルっていうのは本当にびっくりするぐらい高かったり、はい、びっくりするぐらい複雑で、なんかちょっと触ると壊れちゃうんじゃないのかとかっていうぐらい、はい、複雑だったり、下手するとワンオフだったりとかってするんだけど、なるほど、レギュラーモデル、レギュラーモデルなんですか。そう、
まあ、もちろん安くはないけどレギュラーモデルなんですね。でじゃあ普通に日常使いとして使えるってことなんですか。使えるの。だからさっきほらどれがいいとかって僕ら言ってたじゃない、はい、あれの、ね、延長にあるの。そういうことなんですね。そうでね、その、まあ、400で割り切れない2100年、2200年、2300年っていうのをもうちゃんとやってくれるんですね。パスするのね、うん、でさもちろん2400年も全然2400年はだからウルード氏だからちゃんとウルード氏としてでもウルード氏じゃない時のだったらちゃんとパスするっていう。だから400年歯車っていうのを発明してそれが入ってたりするわけ。むちゃくちゃ頭いい時計ですねこれ。そうなの。なるほど。でねこれがさらにすごいのがね、はい、これは触っていいんですか。これ触って大丈夫だってさっき。マジっすか。そうだから、ね、先にそう確かに、ね、プラチナケースなんだよこれ。ちょっと触ってみて、ま、それじゃあ絶対重さあるやつですね、うん、おお確かに重厚感ありますね。ね。うーん。でさらにすごいのが、はい、12時にさ、はい、それはダブルムーンフェーズって、まあはい、この真ん中にありますね。そうそう北半球と南半球の、うん、だから IWC の、まあはい、アイコン的な、うん、これの精度がすごいのよ、うん、どういうことですか。えだからさっき見せたのが 577.5 年に1日はい、の誤差なんだけど、それでもその誤差なんです、ね、そうだけどこれね4500万年に1日意味が分かんないですでしょ。え4500万年だから4500万年使ってて1日とんでもない時計ですねこれ。でそれを実現したんで、はい、つい数ヶ月前ギネス記録、世界で最も精密なムーンフェーズ腕時計ってことでギネス記録になった。すごい。それを手にできるってことなんですか。そう。それが実用時計なんですか、うん、でさらにすごいのがさっき見た永久カレンダーあったじゃん、はい、あれとこれとの違いって、まあ、もちろんそのいろいろパーツの設計とか変えてるんだけど、はい、実質ねパーツをね8つ8個足しただけでそれを実現しちゃった。パーツ8つを組み込んで4500万年にしたってことですか。あだから4500万年の部分はね3つしか足してないって言ってた。3つ、うん、なんかねそのだからさっきのその 577.5 年に1日のやつをこれにするのに、はい、なんかねスーパーコンピューターを使ってやったらね2兆通りの2兆通り歯車の組み合わせがあってその中から1個選んだのが、まあ、中間歯車っていうのを3つ足すとこれになるんだって、はいはい、もう何言ってるか分かんないでしょ、はい、全然分かんなかったんですけどなんとなくこれは作るのにやっぱりそういうのを使って、うん、あなんか計算して、うん、でこれは3つの歯車でいいんだってことになってってことなんですか。そうだからそのさっき言ったそのなんだろう天文学的数字ですね、でそのセキュラーパーペチャルカレンダーの部分だって、うん、だから残りの5つかのパーツでそれを実現しているって、うん、だから要するに、ね、その1985年のクラスさんから始まるその、はい、2024年までのそうそう、うん、そのパーペチャルカレンダーの IWC のスタンスっていうのは、はいはい、非常に単純、まあ、単純って言ったらおかしいけどシンプルな機構で複雑なことを実現させてるのね、はい、っていうことですよね、うん、だからまあ実用性が高い、まあ、レギュラーモデルにできるっていう、シンプルなのに全然、ね、もうすごいなこれ。とどめのように言うと、はい、さっきほら2100年まで調整しなくていいですって話したじゃない、そうですね、そういうようなね注意書きが1個だけこれあるの。どういうことですか。それは面白いのが、はい、西暦3999年までこのままでいいですっていう言い方をしてるわけ。でそれどういう意味ですかって聞いたら、はい、西暦4000年ってさ、はい、要するに4で割り切れて、確かに100で割り切れて、はい、400で割り切れるじゃない。そうですね。だけどねウルード氏にするかどうかっていうのはまだ決まってないんだ何の話ですかそれ全然桁がだから本当に天文学的な先の話まで、ね、ほっといても動くと、まあ、時計は生きてるけど我々は当然死んでますからね。まあそういうこと、はい、すごい話だなこれ、ね、だけどさほら
そう考えるとさ、はい、まあ、今値段がいくらかっていうのはちょっと分からない。それも聞いてみたいんですけど、なんかね、そのなんだろう、レートで変わるっていう話で、そのいくらっていうのは、これなんかルーペとかってお借りすることできるんですか。多くしてもおかしくないのかなと、うん、だけど、スポットレートで15万スイスフランです。だから今日本円だとだいたい2600から700万、うん、ですって。なるほど、うん、だから今のレートで2600万円ぐらいで、これももちろんリューズだけで全部操作できます。一つだって一つのリューズしかないですもんね。そうそう、聞けば聞くほど末恐ろしい時計だな、これ。だけど変えれば欲しいよね。もちろん、だって2600、うん、今そのぐらいの時計って山ほどあるからさ。めちゃくちゃスーパーいい時計ですね。ただね、年間何本作ってくれるのかとかって話は聞いてない。まあまあ、こうして実機が入ってくるのもね、うん、珍しいぐらいなんでしょうから、うん、でも僕これ発売してるんですか、するんですか。もう、うん、だから発売します。入荷すれば。入荷はするもんなんですか、これは。みたいよ。今ほら時計入らないじゃないですかっていう話が どんどん今ね、うん、膨れ上がってて。ただ一つ確かなことは、だからさっきから言ってるように IWC ってその非常にこう、あの実用性を重視するがゆえに、うん、非常にこう作り方も実用的に作ってるから。へー。だとほら、だって8つしかパーツ足してないとか、まあ、そういうことですよね。そうそう、なんか今まで その僕の IWC の認識っていうか、例えばパイロットウォッチとかいろいろあるじゃないですか、うんうん、あれはもちろん実用的にも、うん、もちろ なんかこう使えるっていうイメージがありますけど、うん、こういうムーンフェイズでそういうものってあるんだと思って今ちょっと聞いてびっくりしました。普通に使える、すごいなこれ、うん、話を聞けば聞くほど欲しくなりますね、うんうん、本当にあのお金があったら買いたい。値段次第ですね、うん、すいません、ずっと持ってました。いやいや、これめちゃくちゃ綺麗、ね、いいのよ。いやだから今日これ触れただけで僕嬉しいわ。間違いなく今年一番の話題作の一つだよね。なるほどね、うん、そういうことなんですね、うん、でも飽きないじゃんこれ。いや確かに、うん、そうですね。大きさのね、ゆえんも先ほど聞きましたし、うん、あ、でさっきのことね、ケース系一緒 44.4。 なるほど。このムーンフェイズの中の色もいいですね。ね、うん、綺麗。ネイビースーツに合うな。4500万年狂いはないから。なるほど、めちゃくちゃいいなこれ。やばいなこれ、素晴らしい時計ですね、はい、ということで、飛び切りのモデルを見ていただいたんですけど、ため息が出ます ね。めちゃめちゃ綺麗だし、まあ、複雑機構をこう実用的に作ったっていう、うん、欲しくなりますよね、うん、ため息ものですけど、でも使えるんだっていうのがちょっと分かったんで、うん、ちょっと新たなる発見でしたね今日。ああ、はい、よかったよかった、はい、でね、なんかもう一つ素敵なお知らせがあるというふうに今日聞いていて。あ、そうなんですか、はい、スペシャルギャラリーですか。はい、ありがとうございます。 IWC 銀座ブティックは今年オープンから10周年を迎えます。10年なんだもう。あ、そうなんですね、はい、この特別な年を記念して10月1日から10月14日の2週間限定で、うん、銀座ブティックの2階にスペシャルギャラリーが設置されることになりました。なんと、こちらのギャラリーでは IWC 銀座ブティックのこれまでの歩みを感じていただける写真や、うん、大変貴重な IWC の歴史的タイムピースの数々や、先ほどご紹介いただいたエタナルカレンダーや、これ、はい、その他多数商品をご用意させていただきますので、ぜひご来場いただければと思います。またはご来場のお客様には IWC 特製ギフトをご用意しておりますので、ぜひこの機会に銀座ブティック2階のスペシャルギャラリーにお立ち寄りくださいませ。これ誰でも来れるんですか。はい、ただし、お日にちお時間帯によってはご覧いただけない場合がありますので、ぜひ事前に IWC の銀座ブティックにお問い合わせいただければ幸いです。10月の1日から10月の14日まで2週間、はい、今2回はい、じゃあできればじゃあ来る前にあのお電話とかした方がいいんですかね。はい、ぜひいただけると幸いです。じゃあ一度ちょっとあの福田さんとちょっとスケジュールすり合わせして一緒に、はい、もう一回いいですか。あ、ね、はい、福田さんの説明聞くとちょっと欲しくなっちゃうんですけど、はい、まあでもね、
今回はいいものを見せていただいて、いやでもこれ本当に、はい、パーペチュアルカレンダーとエターナルカレンダーもうね本当に IWC の神髄みたいなもんですからね、そうです、技術の結晶、これちょっともう悩む、だから前回は表参道であのパーペチュアルカレンダー、悩んだけど、はい、それにさらに1個足して、そうですね、より深い悩みを、はい、そしてさらに1日から14日までの、そう、はい、特別な、ね、場所でいろいろ見れるということなんで、まあ、ぜひですね皆さんもですね IWC のお店に来ていただきまして、はい、多分ね実機をまず見ていただくのが、一番いいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひですね、まあ、我々も一度ちょっと来る予定なんで、はい、ぜひ皆さんも、この IWC の銀座店に来てみてはいかがでしょうか、はい、ということで今日福田さんありがとうございました、はい、どうもでした。あ、すごいなこれ。あらゆる女性にモテる鉄板です。ロック福田のウェブ系魂、星葉さんと私ともこれお宝ですよ。うわすごい。